ねえ、うん、キスしよう。したいな、うん、したい、うん、したい。ほら長っ長っ長っ。満足？ご飯食べる前に俺の唇食べちゃったね。では一般女性の得点からです。5点。低っ。あんなにやったのに低っ。キスしてるパターンでこれ低い。本当間違えてないですか、さっきのと。玉森だと。そして3人の審査員の得点がこちら。2点、1点、1点。こちらも低い。キスしてる。さあ総合得点は9点です。玉森さんより下。切れた玉より下なの。 V 終わった瞬間イエーイとかって。結構決めにいったよ、ね、いやマジ決めにいった。マックスでしょ。マックスこと1決めたね。だよね、うん、今回マックスこと1、ね、なんであんなに質問するの。自分も恥ずかしいから多分それでちょっと気持ちを落ち着かせたんだと思います。そんなチューした後にチューした後の満足ってどういうこと。あとキャロキャロすごいしてて、なんか子供みたいだって。一回口を舐めたの。キャロ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 。ちょっと待って、めっちゃ恥ずかしい。橋本さん、キスしたのに言ってんですか。あ、はい、ちょっと気持ち悪かったなと思ったんで。全体的にあのなんかやっぱりしたい、したいのって聞くのもちょっとなんかダメなの。ダメですね。聞かない方がいい。そのまま行った方がいい。ちょっといやらしさを感じちゃったのと、なんかあの、うん、あの時もさ、うん、すごい質問攻めの人なのかなって変な想像しちゃった。変な想像しなくていいです。あ、なるほど。そうそう、そのあとのってことですね。最中。ずっとこう喋ってんなみたいな。そう。周り見渡した時もどっちかっていうと俺のこと見てよって感じのなんか。